すいません。2017年9月の2日、7時17分です。どうも。あとこれ、これ1本もらうね。あ、マジっすか。ありがとうございます。冷蔵庫でも何でも。お疲れっす。お疲れ様です。です。です。聞こえた？ワードさんから、それから、KB、あと、KB、スーパードライ、1本、2本、3本いただきました。ありがとうございます。タロットさん、おはようございます。昨日来たの？一昨日ですね、31日に。あ、そうなんだ。俺こっちだと思わなかったもん。浅井さんがここ事務所にしてた記憶があるから。ですよね。いや、そう。だから俺隣、も、そうなんですよ。あ、こっち俺、ね、押せてもらえるんだと思って。この棚の中にさ、まだ浅井さんのものある？この中。あ、何もないんだ。この棚の中に何入ってたか知ってる？いや、わかんないです。ここの段ボールびっちりこの中に入ってて、押し入れの中に。段ボール全部浅井さんの歌が入ってる。し。すっごいんだよ。本当に作家なんだよ、あの人。すごかったよ。おはよう、丸さん。家賃払えなかった。払えなかったっすね。でも結果的にこっちの方が良かったんじゃないの？俺はそう思ってたけど。まあまあまあ、どうなんでしょうね。だってもう配信でやってくるんでしょ？そうですね。まあ今のところも配信しかないですかね。この前飯食った時言ってたもんね。はい。配信に選ばれたんだ俺はって。言ってないですね。言ってなかった。言ってなかったっけ？俺は配信の申し子で、言ってないでみたすいね。な。言ってなかったか？言ってないですよね。あ、そう。なんて言ってたんだっけ？いや、もう配信しかない、ないっすよね。だから俺がアフィリエイトで稼げる人間だとは思えないし、情報商材も無理だろうし、まあ、まさか FX 株投資なんてなおさら無理だろうし、で普通に働けねえってなった時に、でまあ総合的に、まあ紐も無理だろうとっていうことになった時に、まあ俺の頭の中にも配信ぐらいしかもう選択肢なかった。ないっすよね。で、まあ、だから別になんか俺配信に執着があるわけじゃないんで、そうだよね。はい、だから他になんか楽な仕事見つかったら 簡単にやめるよね。簡ファ単ンへの裏切り方が半端じゃないよね。本当に簡単にやめるからな。楽な仕事見つかったらもう いつでも辞めますけど、まあ今現状その楽な仕事っていうのが他に俺ないから、これは楽なの、比較的。まあ今そうっすね。まあ僕の持ってる選択肢の中では一番、まあ総合的に、俺聞きたいこといっぱいあるんだよ。いい？ごめんね。日本全国旅するってあれ何だったの？タイトルだけは知ってるんだけど、内容聞けれてなくは俺だから今月の頭に俺母親と軽井沢行ってきたんですよ。おお、家族？いや、母親と2人で軽井沢行って、で俺だから2015の2月に実家家を出て、で、喧嘩しなかったっけ？母ちゃんともう縁切ったとか言ってなかった？俺、その記憶があるから、2、3年前。縁は切れてなんないっかもうす関わんねえとか言ってなかったっけ？言ってなかったっけ？あれ？ね。ちょっと覚えてないですけど。あ、違うわ。金を母ちゃんからもらわねえっつってなんだ。
家族からの金は立つって言ってたの。だからあれから一回もらってないでしょ。いや、もらってるっす。で、あ、え、母ちゃんからの支援は断るって2年前固く言ってたじゃん。言ってましたよね。いくら、え、何回ぐらいもらった。1回ぐらいでしょ。何回、月1ぐらいですかね。いくらぐらいもらってた、毎月。1万ぐらいですかね。あ、まあ、うん、はい、じゃあ家族と、まあ そうなんだ。おそうっすね、うん、まあまあごめんね、話終わって。で、いやいや、軽井沢行って。そうなんですよね。それでまあ、うん、あの大宮で、まあ俺地元大宮なんで大宮で待ち合わせしたんですけど、うん、母親と、うん、そしたら父親がいて、あ、お父さん仲悪かったもんね。まあそうっすね、うん、でだからもう2年半ぶりっすよね、俺家出てから一度も父親と会ってなかったんで、うん、で父親と会って、うん、なんか話したの殴り合いいやもうあの、うん、もう多分3分5分ちょっとチラチラっと話しただけなんですけど、うん、まあ、だちょうどあの仕事を、あの行くところだったんで、いやでも会いたかったんでしょパピーは、うん、会いたかった、いや顔見たかったんだよ多分、ね、うん、元気そうだなみたいな。で喋って、うん、で一泊で次の日帰ってきて、うん、でまた、まあ、大宮まで送ってもらって、うん、でそこで今度弟と会ったんですよ。おう、で弟とは俺2015の夏に、うん、俺実家になんか保険証だか何かを取りに帰った時に、そうそうそう、そう、うん、あの一回会ってて、うん、でまあ2年が弟とも2年ぶりぐらいに会って、はいはいはい、うん、でなんか弟が初日は喋ろうよなんていうふうになって、おいい、面白いね、うん、いいよっつって、うん、でだなんだかんだで言ってやったの、その花火よこせって言った、ちゃんと俺30分話したかったらお前花火よこせよって言ったんでしょ、やっぱ石の。いや、あのそれはあのダサいやつ限定なんで。あ、はい、あれダサいやつ限定だったんだ。はい、で弟かっこいいんで。かっこいい、はい、あ、そっかそっか、ごめんごめん、言わなかったんだ。そうですね、うん、でだトータル多分 4,5 時間ぐらい結構話した、はい、花火ね、9発分ぐらい話した。そうですね、はい、ダサいやつの場合は花火9発分9発分だ。で、もう大宮駅ずっと歩き回って、歩きながら話したんだ。歩いたりとか途中公園とかで、おうおうおう、何話したの。もういろいろなんですけど、うん、でそれでやっぱ弟はまあ本当にちょっとすげえそのいい感性を持ってるんで、なんか言ってたよね、なんかあいつは才能あるみたいな、うん、ねえ、なんかねえ、リスペクトあるよね弟に。そうですね、すげえ、うん、いい感性を持ってる。でやっぱそこはまあちょっとすごい上から目線に なっちゃうけど、すげえなんか俺はその弟のそういう部分っていうのは俺は認めてて、うん、で弟に、うん、いやお兄ちゃんさっつって、うん、やろうよっつって、おお、言われたんですよね。ボーイズラブだそういうことじゃないんだけれども、はい、BL じゃん。違うんですね。何をやんの。全然分かんなかったわ。お兄ちゃんやろうよって言われて、うん、それになんかすげえなんか、うん、なんか聞いちゃって、パンチラインだ。そうっすね、あ、聞いちゃって、あ、でやるわっつって、あ、言った、言って、石野康介が。そうっすね。ほう、でじゃあ何やんのっていうふうに言われた時に、うん、何やんの石野は。なんかわかんないですけど、うん、そこでポッと口をついて出た言葉っていうのが、うん、旅出るわってこと。ああ、和道リスペクトね。いや違う、和道リスペクト来た。あの違うんだけど、全てにおいてやっぱり心の9割意識してる和道さん。やっぱ俺も和道さんみたいに旅出てえわみたいな。あの違うんだけども、違うの、あの何を思ったのかそこでポンと
口をついて出た言葉が「足り出るわ」あ「おう」っつって「いいね」っつって、うん、で「歩きで日本」で「どこ行くの?」って聞かれたんですよ、うん、で「歩いて日本一周するわ」って なんか分かんないんだけど、うん、行っちゃったんですよねおで「分かった」っつって、うんやってよっつってやるわっつって、うんでまあ、それがきっかけなんですよね。でまあ、うん、ちょっと弟とその約束しちゃったんでこれもうやるしかねえなっていう。いつやんの？まあ準備が整い次第なんですけどでとりあえずさっきの枠であの、うん、リスナーさんがちょっと詳しい方がいろいろ教えてくれて、うん、あの機材とか、あでまずはじゃあ自転車で千葉一周ぐらいからやってみたら。歩かないの？いや、 いや弟の約束で、あれいや弟との約束で歩いて日本一周するわって何もう話変わってんの？いや歩いて日本一周はするんだけれども、うん、まずはそのテスト的な意味で。テスト？まあテスト、まあいろいろちょっとね僕もあのテストあの初めてのことがいろいろあるんで、まあまあね、まあとりあえずチャリで千葉一周ぐらいからちょっとまず、うん、だったら現実的に、うん、なところでちょっと やってみようかみたいな、そんな感じでちょっとまずはチャリで、うん、まあ今のまあできる範囲内でちょっとやってみようかなっていう、まあそういう感じですね。うんうんうん、ありがとうございます、うん、あー OK、 後で連絡ください。うん、了解っす。ハピさんもしよかったら僕の LINE 登録してください。 LINE に概要送っといてください。へえ、うん、でまあそんな感じっすかね。え、何それはもう宿なしでガンガン攻める感じだ。宿、そうですね、もう、うん、だもう成り行きで、まあ、野宿するしかなければ、やってもうするしかないしっていう。で金入ったら、まあ、ホテル泊まってみたいな。そう、まあ、ホテルだったり満喫だったりとか。うんうん、でもちょっと俺も延長します。あいやいうーん、あでもまあうーん、あ日本を歩きで回る。そうですね、まあ、47都道府県をなんか歩きで回ったらなんか面白いんじゃないかなと思って、うん、あでも多分結構かかるぜ。いやもうだからもう数年だよですよね。うん、うん、まあこれついてっていい？俺たまに帰るけど。ああまあいいっすよ、そしたら。じゃついてくわ。匿名さん花火どうもありがとうございます。俺でもすっげえ稼いでるから横ですっげえうまいもんとか食うけど大丈夫？ああちょっとうーんまあステーキとか寿司とか。ああそうするとちょっとそれはまあやめた方がいいかもしれない。やめた方がいいか。ちょっと揉め事に発展する揉め事に発展する可能性があるんで。そこら辺は気を使わないから。そこら辺はちょっとお互いのために。ネット情報2年かかるってよ。そう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 、だまあそれぐらい結構あのまあ やろうかな。うん、まあそしたらまあ2年間ね暇つぶしができると思えば。おー配信回さないで。え、どういうことですか？配信は回さないでやるんだよ。いや配信は回すでしょ。回すよ。なんだよ聞いてないよ。それ先に言ってくんないと。回すの？配信は回しますね。なんで回すの？配信回さないとなんかね、うん、ただなんていうのかな、うん、ただ辛いことをしてるだけ。ブッダになっちゃう、うん、そう、ブッダになっちゃう。ブッダになっちゃう。今日のパンチラインブッダになっちゃうんだよ。そう、あのブッダになっちゃうから。何のためにやるかって金のためにやるんで。え、はい、弟の約束のためとか。約束と金のため。そうで結局ね、あの
ブッダになっちゃうから。あ、そっかブッダになっちゃうよ。まあなってもいいん、朝日さんはキリストで、まあ、ブッダになってもいいんだけど、うん、まあまあ、それはまあ2発目3発目、まあ、もしあれば、まあ、ちょ、とりあえず1発目はちょっと配信の企画でっていうことなので、超面白いね。いいっすよね、うん、まあ使い古された、まあ、企画ではあるけど日本一周、うん、まあ、うん、そうっすね、うん、あの地方のさ、はい、あの五色沼とか、はい、千年桜とか見てきたの。はいはいはい、やばいよ、うん、やばいっすか。五色沼ちょ見る。五色沼ってどこですか、それは。何系？福島かな。福島、うん、福島の山の中で、はいはいはい、しかもいいよって聞いてたけど、はい、明らかにその雪が積もってたの。あの、うん、誰もいないところをひたすら歩いて雪山を、はいはいはい、でもね、びっくりするよ。あ、千年桜あの千年咲いてる桜、はい、うん、あ、樹齢ってことですか。樹齢千年。もうなんかバカみたいにモンスターなの、単純に、はい、だからさ、そういうなんつうの、これがその五色沼、これ一つの沼なんだよ意味が分かんないじゃん。これ何、反射してる。そうそうそう、だから下透明度が高くて下のなんかあれが違うんでしょ、多分。だからもう1時間とか雪山歩いてスニーカーで。これやばいっすね。そう、こういうのがあるんだよ、だ地元の人が知ってるみたいな、やばいよね、五色沼。これやばいっすね。そう、だからなんか海外みたいじゃん。海外みたいっすね。そう、こんな感じで配信機材持ってて、コンバースで、コンバースでずるずるずっこけながらすげえな。そう、コンバースで山登るやつ初めて見たわ。そうでもなんかそういうなんかこうなんつうの、出会いじゃないけど、はあ、日本にも知らないこといっぱいあるんだみたいな、はあ、まあ、ちょっと感動するよね。そう、まあ知らないことはたくさんありますよね。うん、あと海とか良かったね、やっぱりテンション上がる。ああ海いいっすね。あと地元の人、もう嘘みたいな話なんだけど、あの山とかさ、僻地みたいなとこ行くのよ、はいはいはい、でもうリアとつなぐないじゃん、はい、だけど夜中いきなりブーンって来て、もう秘境駅みたいなところなのよ、はいはいはい、最後の終電のところに、はい、いや家でラーメン屋やってるからっつって泊めてもらって、ラーメンごちそうになって、で風呂入れてもらって、店に泊めてもらったの。え、それは リスナーなの。そう、リスナーさん、ーで、こんなとこ来てくれてありがとうっつって、はい、マジで泣いたよね、風呂場で。本当は泣いてないよでも泣いたよね。あ、うん、まあ、そうっすね、うん、号泣。血管人間ですよ俺が泣いたことになってるんだけど、配信では感動した。虚言癖クソ野郎っすね虚言癖クソ野郎うん、うん、なるほど まあ否定はできないよね。結構なんか良かったっす。あ、まあね、俺だから軽井沢行って、うん、あの万平ホテルっていう、うん、あの有名なホテルがあるんですよ、うん、でそこの入り口に、うん、
画廊みたいな画廊あの絵あはいはい飾ったって、うん、その絵画のなんか販売みたいな絵画販売はあはいはいはい分かったイメージついたわ、ちっちゃいスペースではい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 売ってて、うん、で、うん、えこの人って絵描くんだみたいな、うん、あの藤子ヘミングっているじゃないですか、わかんないですか、藤子ヘミング作家、藤子ヘミングピアニストなんですけど、ああはいはいはい絵描くの、いやそう藤子ヘミングの絵があって、え藤子ヘミングって絵描くんだ、はいはいはいっていう風に、うん、っていう発見があったりとか、うん、で結構もう絵画なんで、うん、もうわけわかんねえ金額がついてるんですよ、例えばいくらぐらい、2500万とか、藤子ヘミング、あ藤子ヘミングではないんです、おだから藤子ヘミング、うん、藤子ヘミングの絵も18万とか、うん、もう結構意味わかんねえ金額がついてて、おでそこで、うん、あやっぱ俺正しかったんだっていうふうに確信したのが、飲めよ飲もうぜ乾杯、ケビーみんな、俺正しかったんだの下りで止まっちゃったね、ごめんね、そこで俺正しかったんだっていうふうに確信したんですけど、うん、その飲食店っていうのは、うん、10人客が入ってくれたら、うん、やっぱ6人とか7人とかのお客さんが満足してくれないと飽きない、成り立たないと思うんですよね、じゃないですか、うん、店潰れちゃわないですか、10人に1人しかうまいって言わない店、うん、あまあまあまあそうだね、絶対無理ですよね、はいはい、うん、だけど結局その、うん、アートっていうのは、うん、そもそもが順番のつくものじゃないじゃないですか、 100m 走じゃねえんだから、うん、100m 走は1番2番3番じゃないですか、うん、ラーメン屋も 100m 走ではなくない、まあラーメン屋も 100m 走ではないんだけど、うん、結局その要するに絵画っていうのは、うん、1億人に1人が2500万で買ってくれればいいわけですよ、うん、でも売れてないから飾ってあるんだよね、まあ、ちょっと最後まで話を聞いてほしいんだけれども、1億人に1人が2500万で飾ってくれればいいと、飾ってくれればいい、買ってくれればいい、だからそこで俺、うん、本当あの確信したのが、そのもう自分が2500万だと思ったら2500万なんですよね、自分の価値は、うん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 、だから安売りする必要ねえっていうか、うん、そのあやっぱ俺正しかったわっていうそれ言いたいでしょそういやだからもう、うん、あのいいんすよ、うん、気に入らない人間はどん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 バチバチ弾いていけばいいんすよ、はい、そういうことだって別に否定してないけど、はい、気に入らない人間はバチバチはじいていけばいい、もういいんですよ、1億人ね、70億人に1人が2兆ドル出してくれれば俺2兆ドルなんですよ、だからその飲食店みたいなその自分を安売りする必要ないっていうか、なんでその飲食店を悪く言うのかも、いや飲食いやなんでその俺で別に言ってること正しいと思うんだけど、はい、その石野のその含みの中に飲食店やってるやつは全員敵に回してくる、いや飲食店バカにしないじゃなくて、うん、もう結局もういや飲食店バカにしないんですよ、だって飲食店で高級で成り立ってるところなんていっぱいあるじゃん、今日ラーメン食いに行きます、はあ嫌ですか、めちゃめちゃ行きて、行きましょう、行こうよ、立つのよ、立つのよ、うん、あいいよそれ何で、うん、だからもう俺結局もうその自分を安売りする必要ないんだっていう、うん、気に入らねえやつは気に入らねえ、ムカつくやつはムカつくで、その、うん、なんか尻尾振って犬野郎みたいな、やっぱもう猫みたいに、もう貝が2兆ドル、うん、もうだから俺そのちょっと証明してみますよ、ね。うん。
すごいよね、やっぱ才能の塊なんだよね。なんでちょいちょい飲食店を否定するのかがよくわかんないんだけど、なんだこれ。面白いよね、面白いよね、うん、頭がラーメンどこの市場で戦うかで、多分だからブルーオーシャン戦略のことを言いたいんだと思うんだよ、石野が言ってることって。で、買う人が価値を決めてくれたら、俺が自分の価値を決めたら別に誰にも被害を受けないと。だからその否定するやつは全員ブロックして構わないんだっていう理論はわかるの。ただなんで俺がその反応に配信においては否定的なのかっていうと、あの機会費用オプチュニティコストって言うんだけど、見る人が増えれば増えるほど、ランキングは上になったり注目をされやすくなるんですよ。で、注目をされやすくなるっていうことは、70億人から石野を発見される確率が上がると思うの。その石野を2兆ドルで買ってくれる人の確率を上げるのが石野の仕事だと思ってるの。だから閲覧を上げる方になぜいかないんだっていうのが俺の疑問なんだよね。これは俺は石野に聞いてみたいところ。はいはい。せやね。そうでしょ、うん、じゃあさ、石野さ、はい、70億人のうちの1人、はい、たった1人、もしくは70億人全員でもいいんだけど、はい、石野は満たされる額は2兆ドルなわけじゃん、はい、年収2兆ドルでしょ。いや、月収です。月収、はい、月収2兆ドル欲しいの、はい、まあ、ね、あ、ね、年収でもまあどっちでもいいんですけど、どっちでもいいってどういうこと全然違うんだけどまあ月収っす。月収だったんだ、ごめんね、はい、見くびってた、はい、うん、で、その人に発見をされないとただのデクノボーで終わっちゃうじゃない、はい、で、それを開ける戦略みたいなのを聞きたい俺。そのどうやったらその人に見つかるかな。だってその2000万で売ってたらもう誰も買わなかったら2000万入ってこないわけじゃん。いや、もうなんかそういう戦略とかいいんですよね。おお、はい、いいね。やっぱ俺その最近思い出した言葉が、ハルさんって言ったじゃないですか。わかるよ、ハル、うん、さんに、リスナーさんのハルさんと、そうですね、うん、言われたな、言葉が、うん、突っ張って生きろっていう、うんうんうん、やっぱその言葉すげえ重い、なんかすげえ染みて、うん、やっぱ突っ張って生きねえとダメだなと思って、うんうんうん、あの戦略うんぬんじゃないんですよね。うーん、うん、突っ張ってるよね、うん、突っ張って生きる、生きようと思って、うん、俺も突っ張っていい？なんかどうぞ。 OK、はい、OK、 俺も今石野に言われて突っ張ろうと思ったわ。多分ね、今聞いてるね、人100人、200人合計いるじゃん、はい、突っ張りだから、もう全員突っ張ってるよ。あ、突っ張ってます。突っ張ってるよ、ほんと。あ、そうか、うん、ガロンさん、ハートをどうもありがとうございます。うん、天才だよね、マジな話すると。ちょっとビール取っていいですか。ダメだよいや、せっかくいただいたお土産なんで。なんで取るなんで聞いたの逆にいや、前を通るから。前を突っ張れよ、もっとどけよみたいな邪魔だよみたいな。突っ張るってそういうことじゃないの。いや、そしたら揉め事になっちゃうけや、俺の家だぞみたいな。いや、浅井さんが昨日2回もご飯作ってくれて、うん、どんなご飯なの浅井さんの。1回目が冷やし中華、うん、えへえ。で、まあ普通の市販の冷やし中華と、うん、あと、まあ、刻んだきゅうりと、うん、あとはなんか卵とみたいな。
いや卵はなくて、うん、あとなんかブロッコリーとカリフラワーと、そっかベジタリアンだから卵も食べないか浅井さん。いや卵もう食べないって聞いたよ俺。あ本当ですか。うん、あでも浅井さんっぽいわ。そうですね、ブロッコリーとカリフラワーと、うん、なんか人参の冷凍したやつ、うん、それ湯がいたやつ乗っけて、うん、いいね。あとはキウイ、キュウリ、うん、キュウリ入ってんの中華に。あのいやあの別、あ別個ね、はいはいはい、具は別のせスタイルっていう、あそうそういうスタイルで、はいはい、はいはい、で昼作ってくれて、うんうん、で夜はご飯と、うん、とろろ長芋すりおろしたやつと、はいはいはい、うまそう。あと椎茸と油揚げと昆布を煮たもの、お徹底してベジタリアンだね、作ってくれて、そう結構うまいっす。うまいよ。キュウリ一回。うまいんだ。結構うまいっすよ。俺でもさ、浅井さんがさ、そのなんつうんだろう、逃げるものはそのなんで肉食べないのっつったらさ、臭いとかいろいろあるな、その生き物がとか、はい、なんかいろんな言い方があるけど、はい、逃げるものは食べませんっていう言い方をしたときに、すごくない、深すぎない。かっこいいっすね。逃げるものは食べませんって名言で、すごい発想力だよね浅井さんの。浅井さん61になったのかな、もう、うん、あそれやばいっすね。やばい、俺震えちゃって、うん、なんか神がかってるよね、なんか、そうなんですね。だから本当浅井さんの話と俺、まあ僕、浅井さん悪くないんですよ。僕どうした、僕の問題で 99.9% 理解できないんですよ、基本的に僕浅井さんの話って、うん、だけど 0.1% があるんですよね。でそれがマジもうとんでもないパンチラインなんですよね。俺例えばね、この一種の絶対知らないと思うんだけど、はい、浅井さん来るじゃん、はい、のんちゃん後ろにいた、初めてのんちゃんと浅井さんが会った日、はいはいはい、いきなりだよ、何の前触れもなく、和道さんは悪魔です言い始めた。わけわかんないじゃん、大嫌いみたいな。放送始まった瞬間に隣に座ってんだよ。でもうなんかもう最低ですみたいな壮絶なディスを始めるの浅井さんが。でもこっちはさ、なんでって急にってなるわけじゃん、はいはい、で意味がわかんないまま終わって、その日の放送、はいはい、でまたっつって去っていったの、はい、で俺ショックで結構、はい、浅井さんにもうなんか嫌いとか言われて、意味が分かんないって言って、のんちゃんに相談したの彼女に、はいはい、いや浅井さんなんで俺のこと急にあんなこと言ったんだろうって、で嫌いならねなんで来てくれたんだろうって言ったら、和道さん本当にバカだねっていうの彼女が、はいはい、私が嫉妬しない、要はすごいメンヘラだから嫉妬するから女の人と関わると、それを見抜いて私は和道さんと恋心ないですよっていうのを私にアピールしてたんだよ浅井さんはっていうの。あすごくない？でもまあ解釈、彼女の解釈だけど、なんかね、そうとしか思えないんだよね。でのんちゃんもドメンヘラで浅井さんっぽいところあるのよ、はい、だからわかるんだよ。あんま響かねえ。いや、その話、いや、あの、うん、響いてます、響いてる。すごいっすね。すごくない？なんか。だから、で、リスナーさんにも悩み相談枠やってんのよ。で、もう何言ってるか分かんない。相変わらずのトンチン感の。でも、突者さんが今鳥肌立ってますって言って、そう、なんか、浅井さんが話した内容っていうのは、なんか、いきなりだよ。ああ、娘さんと関係が悪いのは、前の夫の旦那の件が良くないからです。みたいなことを言って、うん、まあリスナーわらわらですよ、何言ってんだいきなりって。で浅井さんと突然終わって浅井さん帰るじゃん。そしたら俺に直接電話が来て、そのリスナーさんから、いや合ってるんですって、私離婚して新しい旦那とどうのこうの で娘が昨日喧嘩したばっかりで前のお父さんのところに帰りたいって泣いてっていう予言なのよっていうのがいっぱいあんの。だから俺らは理解できないじゃん 99%。 だけど実は見えてるの浅井さんって、その見えてるのか光が言わされてるのか、そのっ
ていうのがありすぎてて、俺はだから浅井さん本当に神なんじゃねえかっていう。だからいっぱいあるんだよね、そういうのが。どう思う？やっぱなんか見えてんじゃないですか。見えてんのかね。信仰宗教を作るか。やる宗。延長する。早いね、時間経つ。うん、早い。宗教ってあんま興味ないですよね。あんまなんか宗教って介入してくるじゃないですか。それが嫌で。石の教を作ってもいいよ。いや、だ俺宗教そのなんか、うん、でも配信も宗教みたいなもんじゃない。あのなんか、介入してくるやついるじゃないですか。それが俺すげえ嫌で、うん、何なんだろうね。本人がいいと思って勝手に進行する分にはね全然いいのにね。なんで人を誘わなきゃ成立しないのか分かんないよね。いやだから、うん、あの間違ってるからです。おお、うん、そうだよね、勝手に広まるもんね。そう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 おお、ドラゴンアッシュ、まあ別にニルバーナとかでもいいんですけど、バンドがなぜ売れるかってかっけえから売れるって、ただそれだけの話じゃないですか。はいはいはい。ラーメン屋がなぜ繁盛するってうまいからって、すげえ単純なことだと思うんですよ。でもラーメン屋すごい否定したんだいや否定してないっすラーメン屋ってやつクソだみたいな。いや今日だって俺立つのやめっちゃ楽しみっすもん何時から開くのかな。昼ぐらいかな。それまで俺起きてられんのかな。結構もう酒よく、まあいつでもいいじゃん。あ、まあそうっすね、うん、いつでも。そうっすね、単純なのが好きなんで、うまいから売れるとかかっこいいから売れるとか、そこにぐちゃぐちゃ余計な説明いらないんですよ。ああ、わかる、わかる。でもさ、俺配信やってて思うんだけど、配信の難しさない、その喋らないといけないわけじゃん。別にそうでもないよ、踊って可愛くて売れる子もいるけど、何なんだろうってすごい最近思うよ、配信って。配信っすか。うん、いや難しいっすよね、うん、難しいけど、うん、かっこいいの。いや僕はダサいんだけど、うん、ダサいけどダサいがを分かってる、うん、ダサいが分かってる、うん、だそれが俺すげえ大事だと思ってるんですよ。ダサいが分かってないってどういうこと。それも死んだ方がいい。あの結局どういうやつなの。ダサいが分かってるやつとダサいが分かってないやつの違いが分かんねえわ。だから自分で見えてるかどうかっすよね。自分のことか。いやじゃなくてか、ダサい、かっこいいとダサいが、あ、見抜けるかと。答え、要するにリアルはフェイク、何がリアルで何がフェイクなのかってちゃんと自分で判断できる、その目を持ってるって、そういうことっすよね。そういうことっすね。自分はフェイクの、フェイク、まあリアルの、ちなみに俺はリアルなんだけど、まあよくわかんないですけど、まあ、フェイクどうなんすかね。まあクソ野郎っすよね。まあクソ野郎なんですけど、え、でもさ、はい、この前話した時居酒屋行ったじゃん、はい、2兆ドル欲しいんでしょ、はい、200兆だっけ、200兆ドル、200 2兆ドル、2兆ドルっす、2兆ドルか、月収2兆ドル欲しいって言ってたじゃん、で言ってるのは配信で。でもなんか配信中に本当は30万あれば御の字だって言ってたのあれ何だったの本当は30万月入ってきたらもう御の字だって言ってたの何だったの。いやだからそれはだからこの前もあの言いましたけど、うん、
本当は30万欲しいんでしょ。そうっす。フェイク野郎だな。はい、本当はまあ本当は30万って幸せでハッピーで25万から30万そうですね、あったら幸せなんですけど、うん、やっぱ、まあ、大きく見せたかったか、そうですね、やっぱ強く出た、そうですね突っ張っちゃったですね、はい、やっぱ強く見せたいっていう、やっぱそういうのがあるんで、うん、30万なら行くんじゃないの、ふわっち25万30万本気でやったら、まあちょっと行かないと困るっすね。でもぶっちゃけ今ここでは家賃かからないわけだ。そうっすね。で食費いくらぐらいだってね、食費まあ10万もいかないでしょ。いか、まあだから昨日は、うん、ビール 1日何本ぐらい飲むっけ。まあ6、7から12なんですけど、だからまあ幅広いな、幅広いんですよね、うん、まあ12本で計算してもいくらだよ、2400円、500円、うん、でもね、俺は一種のビールガンガン飲むべきだと思う、2400円かかっても、はい、なんでかっていうとビール飲んでる方が面白いのよ、だから経費なのよこれは、はい、返信代っていうか、はいはい、だからまあ2400円かける30で、はい、7万ぐらいですね。7万ぐらいか。7万でしょ、ビール代。で、飯代は？いや、一応昨日はゼロですね。浅井さんがだから2食作ってくれたんで。でもまあ自分で払っていくと仮定したら。どうだろうな、1日。うん、まあ作れば安く済むし、外行けば高くなっちゃうし。うん、でもまあ6万あれば大丈夫でしょ。まあそうですね、うん。2000円計算だと6万ですよね。余裕でしょ。はい、ってことはさ、石野の最高のパフォーマンス発するの今14万ぐらいでいいってこと、うん、6万、13万ぐらいか、はい、で、プラスアルファ服とかでしょ、そうです、服しか興味ないでしょ、あと手こきかまあ女、服だって女抱いてないでしょ、今ないっすね、うん、はい、すぐ手こき屋行ってたもんね、お前、はい、そうですいけると思うよ。で10万超えてるっしょ、先月。10万は超えてるんじゃん。個人振り込みとか含めてだよ。とうん、多分そうですね。じゃあすぐだよ。うん。うん、そうっす、うん、手取りじゃない、手こき。うざがらみなのしてないですよ。スケボーやろうよ、スケボーね、スケボー超楽しいよ。あ、楽しいですか。めちゃめちゃ楽しい。あ、うん、スケボーかっこいいっすよね。かっこいいかとかじゃない、楽しいの、すげえ。俺最近スポーツにハマってて、はいはいはい、すごい面白いの、はい、うん、なんか汗かく感動を覚えてしまったんだよね。あ、まあ、汗かくの気持ちいいっすよね。やばい、はい、2時間ぐらい乗るとピッ、もう T シャツピッチャピチャなんだけど、風呂入ってよく寝れんだよね。あ、飯があとうまいんだよ。あ、やばいよ。常に本だって本気で腹減るってあんまなくない？惰性で食うでしょ。ない、そう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 、そう、それが腹ペコになるの、うん、ガキの頃みたいな、うんうんうん、分かる、母ちゃん飯っていう感じ。分かる、うん、いいよ。子供の時は腹減って気持ち悪くなってましたもんね、授業中とか。ああ、はいはいはい、うん、分かる分かる、そう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 、だから一生懸命生きてたからだよね多分、うん、そう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 、本当そう、俺本当最近なんか本来そういうことっすよね、うん、飯って、うん、腹が減ったから食うっていう。だから太らないはずなんだよね。そう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 、いや、そうなんですよ。いや、本当に本当に本当に太らないんですよ。太らないよ、ね、本当は、うんうん、だから使い切ってないんだよね。そう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 。今日ドクターマーチンと何？シュプリーム。シュプリーム、うん、シュプリームって何？いや、だからスケートのブランドっすよ。へえ、発売なんだ。
ドクターマーチンあんま好きじゃないんだよな。言ってましたよね、皮がなんかあんま好きじゃない、うん、ダメなんだよ、皮が。皮がいいって言うじゃん、マーチン好きな人。俺からすると全然ダメなんだよ、うん、フェイクだよ。髪は何、明石家さんまを意識してんのそれ。いや、じゃなくて、もうあの死ぬまで髪切らないだから多分あと30年とか経ったら俺多分髪引きずってると思うんですけど死ぬまでお前さ、それ2年前も言ってたの覚えてる、はい、覚えてます、覚えてます。坊主にした時、はい、覚えてます、はい、その時切ったよね、まあ、坊主にした時、その時の発言覚えてる、切った時の。え、わかんないです。気持ちいいっすわ最高ですわって言って。え、マジ、あ、そんなこと言ってました。うわ、風気持ちいいっつってマジですか。ループだよ、ループ。全然覚えてないです。いや、だから今回はやるっすよ、もう死ぬまで髪切らないですね。一生髪切らないんで。なんで、なんでかわかんないですけどまあヒッピーなんで。いや、ヒッピーって髪長いじゃないですか。何なんだろう、なんでヒッピーって髪切らないんだろう、なんでなんですかね。だから切った方がいいじゃん。うん、まあ楽っすよね、うん、まあヒッピーとか、あとはサドゥーとか。サドゥーって何、初めて聞いた。サドゥーっているんですよ、うん、あのインドに、うんうんうん、あ、でもお前が唯一すげえと思ったこと言っていい、はい、唯一だよ、はい、タバコやめたこと。ああ、本当に出会ってびっくりしたのは、ヘビースモーク、それこそタバコ一本くださいよって言われてたのに、はい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 、やめたんすよって言ったよな。あれ、なんでやめられたんだろうみたいな。だ、酒はひどくなってるけど。そうっすね、なんでやめられたんすかね。理性的にやめたの、そのなんか金がもったいねえとか、まずいとか、体に悪いとか、いろんな理由があるじゃん。いや、だから俺数年前に医者に脅されてるんで。なんて、このままだともうちょっと、もう40歳ぐらいになったらもう酸素ボンベなしじゃ呼吸できなくなっちゃうよっていう。持病があったの、肺に。いや、じゃなくて2014年ぐらいに俺風邪ひいて、うん、医者に行ったら、うん、まあ、医者で聴診器当ててもらうじゃないですか、うん、そしたら肺の音が聞こえねえっつって。普通健康な肺であれば肺の音が聞こえない。肺の音、要するに吸ったら肺が膨らむで、吐いたら肺が縮むって、その音がするらしいんですよ、うんうん、まあ聴診器の、そう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 、それが一切なかったの、聞こえないっつって、うん、で俺ただの風邪なのに俺レントゲン取られたんですよ、うん、なんか肺がやべえことになってるっつって、うん、ね、でそしたら、うん、いや、まあ特に今のところは肺がんとか、うん、そのね、肺炎とかそんなのはないと、はい、なんとか機種とかね、そうそうそう、うん、ないけど、うん、相当これ肺が弱ってるよってもうおじいちゃんの肺になってる、24ぐらいの時に、25ぐらい、20、あ、違う、26、27ぐらいの時、はいはいはい、でもう今すぐタバコやめないと本当まずいよっていうことを言われて、それでビビって、うん、やめたっていうのはあるっすよね、一つ。あとはまあもともと全然タバコ吸ってたけど、タバコを楽しめてなかったから。肝臓は大丈夫なの、そんな一日中何本飲んで。まあ多い時で12本する。だからまあ一日平均で多分6、8本ぐらいじゃないですか。でもさ、はい、俺の感覚で俺ほら下校っていうか酒飲めるけど好きじゃないじゃん、はい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 、なんつうんだろう、普通の人ってこれ1日1本晩酌で飲むもんっていう感覚なんだよ、大人の楽しみとして食事時とかで、はいはいはい、でだ、例えば水12本飲めるかって話になってくるのよ、はいはいはい、飲まないじゃん。飲まないですね。その大丈夫なの、そんだけ酒飲んで。いや、わかんないですね、うん、まあ、わかんないですけど、うん好きなの酒が、スーパードライが、死ぬほど。な、死ぬほどっつうか、まあ、その、めでてるの。
愛してる酒は楽しめてんの？いや楽しめてないですよ。だから結局そのだ要するにその、うん、あのね、いや楽しめてないですよ、うん、あアル中もうアル中なんじゃないですか、うんうん、まあしょうがないんですよ人間は結局、うん、どうにかこうにかその暇を潰さねえといけねえから。ああそれ俺でも本当に人生は暇つぶしだと思う一生が、うん、理由つけたりしてるけど暇つぶしだよね本当に。もうそれ暇つぶしっすよね人生は、うん、本当そうだよ。これワイシャツ一種の？そうっす。これはあの父親が旅行行くときなんかくれたんですよ、ね、へえ。ワイシャツとか着ないもんね。着ないです着ないです。あジーパンのリペアどんな感じなのか教えてもらいたくてさ、あのいやまあこれリペアできる店見つけて。あ、ごめんなさい。終わり、ごめんね。リペアってどんな感じなの？そう、これ、そう、これ捨てなくて、俺すげえ嬉しいのよ。ケツ、見せて見せて。ケツのこれ。おうおう。これ、石野がずっと履いてたやつで、もう俺これ、この印象なのよ。でもこれ丈夫だね、生地。そう。綿100？これ綿100っすね。どこ？なんていうのこれ。これはカーハート。カーハート。これジーパンなの、ジャンルは。何パンなの？これはまあダック地。ダック。これどんな感じ？うん？リペアはケツっすよ。これは前二重になってる前が破けてるだけ。そうそうそう。これあの膝が二重になってるんですよ。結構あの作り頑丈。外仕事する人たちってその膝をつく仕事をする人とかがいる。まあこれ作業着なんで。へー。アメリカ人ジーパンも作業着でしょ。ジーパンも作業着っすね、うん、丈夫だね。これ何年履いた？これが何年3年2年3年ぐらいです。え3年でこんなになったの？3年4年ぐらい履いたのかな、うん、だからリペアしたのはこの部分、ここの叩いてある部分ですよね。これは何？この部分が穴開いちゃったの？どうなったの？こういう状態？こういう状態ですね。だから結局こういう風に縦糸がもう切れちゃって、うん、横糸だけで繋がってるような状態になっちゃったんです。はいはいはい。でどうやって縫っていくの？ケツ、まあ、うん、これまだ裏見たら分かる。裏地が、うん、こういう貼ってあって。ほう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 。これでガーって叩いてあるんですよね。ミシンをガンガン入れてくるんだ。そう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 。こうやってこういうのを裏に貼って。へえ。そう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 。これがリペアっていうんだ。そう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 。この何これはリペアさんでやったの？そうです。これはあのハンズオンっていう岡山かな、ちょっと西の方にすげえ有名なあの、うん、ハンズオンっていうそのリペアのお店があるんですよ。うんでそこに送ってやってもらったっすね、うん、はい。これを続けると一生履けるってこと？いや一生かどうかは分かんないけど、うん、まあ直しながらまあ、うん、そうっすね。うーん履くっていういい色だなおい。原型とどめてないじゃん。そうっすね。要はこの色でしょ。 この色でしょ。そうっすね。俺だって出会った時、まあ、この色っすよ。だからこれ同じものなんだ今履いてる。えでもまあで腹どうした？腹なんか出てるっすよ。なんか出てもっとシュッとしてたよ。はい、なんかまあ最近結構酒も結構ね、うん、結構の量飲んでるんで。おっさんじゃん。もっとシュッとしてたよね。いいね。あ全く同じの買ったんだ。全く同じです。いいねいいねいいね。それはこれがこうなったんでしょ？そういうことです。すごっ。いや、いいね。おーこれはね、なんかね伝説の武具、防具ですよ。俺はむしろこれ、こなんつうのもうこれだけ履いてほしいっていうか。そうっすね。俺これ好きなアイテムなんで、一緒の。そうですね。これいくらくらいすんの？これ、たぶん8000円とかそんなもんすよ、全然。だから、うん、だから、一緒のが死んだら、多分
5億とかヤフオクでチャリティーでセレブが買うんだ。それぐらいの値段はつくっすよね、間違いなく。間違いなく5億じゃ効かねえか。効かない。まあ2兆とか。ロトのズボンって書いてある。そうっすね。衣装かっこいいよね。まあ、そうっすね。ジーパンやっぱ直しながら、うん、せっかくね、ねいいの買ったんだから。そう。なんかでもね、糸がポリエステルっぽいんだよね、なんか調べてたら。強度上げるために。はいはいはい。あの、ユニクロ、正直言うと、はい、変な話なんだけど、はい、デザインはユニクロの方が着やすいんだよ。素材も。はいはい、だけど、そう、なんつうの、履き心地とかもユニクロいいんだけど、はい、要は、ゴムなんだよ、あれ、化学繊維の。10% が。はいプツンプツン切れてくの。うん、ダメ。持たない。2年が限界。あで、リーバイスに聞いたら、リーバイスって綿100のイメージじゃん。はい、今、そうなっちゃってんの。あ、リーバイス。で、その、クラシックラインみたいな復刻版だけ、要は、その、綿100なんだ。でも、ある程度有名になってきたら、女の子から DM とか来るんじゃないの？いや、俺そういうの一切ないっす。ない。はい。バンバン来るよ、俺。マジっすか？バンバン来るよ。ないなぁ。ない。しかも顔いいと思うんだけどな。でもまあ、髪切らないとか言ってるからな。そうっすね。髪は切らないっす。まあ、腰までとかだったらいいじゃん、まだ。はい。まあ、いずれは引きずる予定。ヒゲは？ヒゲも剃らないですね。全部？全部剃らない。ヒゲ、こんなになるよ。いや、俺、だから、ある程度、なんか、ヒゲって伸び続ける人と、ある程度の長さで止まる人がいるじゃないですか。あ、抜けてターンオーバーする人ね。だから俺は別に全然伸びないんで。ああ。抜けちゃうんだよ、途中で。俺はもうバンバン行くよ。あ、もうずっとガンガン伸び続ける。うん。あ、だから、まあ、ある程度まで行くと、はい、風が吹くじゃん反応するようになってくるの。どっちから風吹いてるかヒゲで分かるの。ヒゲでは。そう、それうっざいの本当に。分かる。ずっとこの辺触られてる感じがして、だから行っちゃうんだよね。ああ、なるほどですね。あ、でもインスタグラム続けてんじゃん、例のやつ。まあ結構サボり気味ですけど、あれはまあ死ぬまで続けようと思ってるんで。うん、あれは見てて、あ、続けてるわと思って。そうっすね。今どんな感じなの、ランキング。ナーボか。今は堂さんが4番目っすね。うん、俺ロン毛1回もやったことないんだよね。伸ばしてみる。ないんすね。乗っかってみようかな。俺今で結構長い方だよ。あ、ほんとっすか。うん、俺は1年半ぐらい切らなかったことはありますけど。どれくらい伸びんの。え、なんかさ、衣装の YouTube 検索するとさ、すげえ女み、あれウィッグかぶってるみたいなやつ出てくるじゃん。初期の頃、俺と出会う前の。多分画像じゃないですか、それ。画像、あれは何なの。はい、いや、あれはだからあれの時も、その、うん、その一日一枚、やってた。写メ、そうなんですよ、うん。やってて、それやめちゃったんですけど。やった時、であの時結構長かったですよ。1年半ぐらい。女みたいだったよね。そうそう。ウィッグ被ってるみたいな。そう。あれ地毛なんですけど、あの時やったら1年半ぐらい髪切ってなくて。あ、編み込みとかやんないの？その、なんかドレッドとか。ドレッドやりたいっすよね。うん、ドレッドってだってあれ、その髪を切らないためにやるんでしょ？いや、わかんないですけど。え、らしいよ。原住民の人が髪は神聖なものだから切らないけど、踏んじゃうわけじゃん。はいはいはい。だから、こう、束ねていくために開発されたものだって聞いたよ。うん。
いやだけど池袋とかでたまに、あのホームレスの人、もう天然のドレッドになっちゃってる人いるんですよ。もう何年間髪の毛洗わなかったらドレッドになるの。もうドレッドなんですよ。天然でなるの。天然で。くっせえでしょ。くっせえ。風呂は入りたいでしょ。髪も洗うんでしょ。洗います、ね。絶対切るよ、お前の性格だったら。いや、ね、切らないっすね。いやいや、いいっすわ。最高っすわって言うよ。俺予言しておくよ。切らないっす、ね。切らないよ。なんで切らないことにそんな固くななのか分かんない。やっぱり、なんか切らない方が人生うまくいくような気がするんですよ。宗教でしょ。髪を切らない方が人生がうまく進んでいく気がするから。あとこれ何、いやそうこれ何って俺も思ったんですよ、これ浅井さん。そうなんですよ。これ何なんですか。護身用なのかな。西は軽すぎない。浅井さんか。あとさ、この扇風機もすごいよ。これやばいし。これやばい。そう。東芝なんだ。東芝。これやばくないみんな。東芝って書いてあるんだけど、俺こんな扇風機すっげえな。なんかいいよね、この頃のものって。めっちゃいいっす。あの冷蔵庫とかもさ、やたら緑のあの感じ分かる、オレンジとかあの辺の昭和だって。作りがやばいじゃん、その扇風機のかっこよさも。こう日本っぽいっていうかさ、この分かる、なんか日本の良かった頃。何なんだろうね。使えるの。使えるんですけど、ちょっとコンセントが刺さってないんですよ。いいんだよね、なんかすごいよね、この頃壊れないもんね。素敵、超レトロ。どっから見つけてくんだろう、浅井さん。いや、ほんとどっから見つけてきたんですかね。ねえ、リサイクルショップかどっかで買ったの。多分そうだろうね、浅井さん、LINE 使いこなし始めてるの知ってる。あ、聞きました。和道さんに教えてもらったって昨日言ってましたよ。ああ、なんで LINE やんないの。俺連絡取りたいんだけど。いや、LINE はだからこの前説明した通り携帯の調子が悪くて、うん、いやパソコンでやればいいじゃん。そうっすね。あ、じゃあ LINE やろっかな、LINE。 いや別に公開しろとは言わないよ、はい、そのめんどくさいのは分かるから、はい、たださ、連絡手段がないっていうの結構、まあ、和道さん、いやてか連絡手段がないのは和道さんなんですよ。あの携帯持ってないじゃないですか。あ、そっか、携帯持ってるのか。そう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 。携帯やめたかんな、俺。やめるってすごいですよね。だって金がかかんないんだよ。結構粋ですよね、携帯を。何の支障もないし、すっげえしがらみなくていいよ。で、LINE を伝えたくないっていう層いるじゃん、はい、そういう人たちって本名バレたくないからなの。だから、その、なんつうの、楽っつうか、携帯。俺もいずれは携帯からは解放されたいと思ってる。今なくなっても何も変わんないよ、公衆。あとスカイプの有料でやってるから、かけるときスカイプでいいの、ただちょっと不便なのが料金未払いとかで0120だけのやつあるじゃん。あれ IP 電話からかけらんないんだよ、公衆電話行かないといけないのがだるい、へえ。いや俺ね、マジの話をいつも言ってんだよ、これ、はい、あのね、石野浩介と柏木は才能を感じたの、年下で。柏木くん何やってんすかね。いや、だからひなりと付き合ってよろしくでしょ。もう守るもんができたんでしょ、彼。柏木面白かったよな。で、なんだろう、なんでこいつは配信を本気でやらないんだろうっていうのが疑問でしょうがなかったの、この二人に関しては、その、なんだろう、こんなに才能があって、こんなに俺コンプレックスはあんのよ、自分で。その面白くないっていうか、うん、面白いじゃん、強靭じゃん。いや、ディスじゃないよ、
狂った人とかいて狂人、だって23歳でホームレスって結構狂ってるよ、あのライフスタイルは。まあなかなかいな、まああんま数としては少ないっすよね。俺あれは続けてほしかったけどな、なんか。ああ、路上生活ですか。うん。なんかこう出版社が来るまで、それは放送回してほしかったもんな。そうっすね。あの時はちょっと放送できる環境がなかったんでね。もったいなかったよね。っね、だってそれこそ今ふわっちでそんなんやりだしたらさ、本当のホームレスだよ。だってホームレスって書いてるけどみんなさ満喫とか止まってんじゃん、一種のガチじゃん。まあ俺は段ボール引いてねえ、嘘だと未だに言うやついるよ。一種のが再デビューしてて知らなくて昔のことを、一種のガチのホームレスだったんだよって言って、カブテストさんだ。そうですね。もう一本吸ったら行くわ。ああ、了解っす。1日何時間ぐらい配信やってんの？どのぐらいやってんだろうな。1日、2時間、3時間、4時間ぐらい。結構短くね。うん、そうっすね。そのぐらい。他の時間何やってんの？他の時間はなんかやることないで暇じゃない？めっちゃ暇っすね。放送見てんの？そんなに放送は見ないっすね。まあなんか、寝てたり。そんなショートスリーパーじゃんお前。俺は12時間寝るけど。いや俺もうロングスリーパーっすよ。あ、そう？はい。俺もロングスリーパー。回してたらだって稼げるんだぜ。まあ、そうっすね。いやでも俺石野が復活した時ふわっち見つけた時感動したけどね。本当っすか。来たと思って。俺医師の才能あると思うよ。俺はあると思う。医師のもう何だろう、何だろうな、感じるかな。才能感じないですか神様。俺感じるよ。意外と根性あるっつうか、変わってないんだよね、良くも悪くも。だから2年3年ぶりに会ってもブレてないっつうか、俺感じるね、石野康介から才能ないのかな。だって配信で閲覧10人でそのか花火だけでからいらねえよって言えるかって言ったら言えないもんな俺。それで今があるわけでしょ、こうやって閲覧あるんでしょ。化け物だと思うけどな。ふわっちでダントツに才能あると思う。うん、天才だよね、この子。いや、あのね、それはね、多分会ったことないからなんだよ、テストさんが。俺はもうずっとその配信外も見てきたけど、配信外と別にオンオフないでしょ。俺はあるじゃん。ああ、そう。
俺だってもうね、配信回ってなかったらすげえ優しいもんね、お前に。うざ絡みとか一切やらないじゃん。ねえ、言って、ちょっと配信のキャラでうざ絡みをしてるだけなんつって。そうっすね。でしょ、うん、シール集めてんの。そうっす。これ何なの、シールは何になるの。何になるんですかね、ちょっと分かってない。なんかあんまよく分かんないですけど、なんかになるんでしょう、多分。え、違うでしょ、多分。そしたらさ、なるんだったらなんか、え、何になるか分かんないでこれ集めてんの。そうっす。いや、俺やばいっすよ。見ます、俺もうあのクリアファイルにもうとんでもないですよ、ね、あれどこだったかな。なんかスーパードライのシールなんだけど、普通1ポイントとか書いてあるから何にもなんないでしょこれ。ただのスーパードライのラベルでしょ。いや、じゃなくて、いや違う、これ調べた。いや、そう、俺もう結構、え、何それ、キモ、キモい、キモいでしょ。何、え、え、これ放送で知ってるのみんな。じゃなくて、え、放送でスーパードライ集めてるよって言ってんの。言ってるっていうか、うん、でも今これ中まで信じてる。おお、すごいすごい。え、それなんか、なんかもう車とかもらえるレベルじゃないの車とか、車、テレビとか。いや、いや、ただなんかスーパードライのホームページを見たら、うん、なんかなるらしいんですよ。うん、はあ、すっげえな、はあ。それこそさ、あ、ヤバゾンも同じことやってるって。あ、そう、すごい、裏表で内側で壁でしょ。中と壁っすね。これは何になるのか知らないでやってんだ。知らないでやってんすよ。だけどなんかなるらしいんす。豪華なコンサートチケットだったよ。へえ、あ、そうなんだ。寝てない、昨日起きてから。ラブホからプレモル、あ、プレモルバージョンでやってんだ。スーパードライもう変わってないもんね、ブレてないもんね。うまい、これが一番。まあ自分で缶ビール買うんだったらこれっすよね。そうそう、ニコ生の時に一緒にいた人だよ。あのさ、ベルマークは机もらえるんだ。でも思うんだけどよ、机買えるもん安くしろよって思わない？そうかもしれないですね、確かに。だってさ、うん、その分余剰に、うん、だそういうことっすよね。どう思う、うん、どうなの、善なの悪なの、これは。安くできるんだよ。まあだけど結局、うん、まあ、なんだっけ、ペイマネーテイクマネーだってなんだっけ。そうっすね、なんていうんだっけ、ペイマネー、まあ、メイクマネー、メイクマネーか、メイクマネーとはペイマネーっすよね。まあな、金稼がないといけないですからね、今現代社会に生きてると。昔からそうだったんじゃないの。昔からそうだったのかな、うん、旅ね、旅、俺伝えたいことが、旅やったことあるからあれなんだけど、はい、まずはリュック。あ、リュックっすね。鉄板でリュック。次にバッテリー。バッテリーっすよね。バッテリーで重いから、もう1日分回したいでしょやっぱり、はい、その回しで1日寝てる間に充電じゃん。そうっすね。5キロ、重いで、それをもうこういう取っ手がついてるやつですか。ああ、重い、とにかく。で、今俺が探してるのこれくらいの大きさであるんだけど、スマホ配信でやる。そうですね、スマホで、それがいい、うん、それがやろうと思ってる。だったらこれくらいのやつだったら、スマホだと40回くらい充電できるからフルでいけるの。だから、まあ、この場合だったらあれだけど、リュックは買っといた方がいいよ。うん、そうっす。あ、そうっすか。リュックとこれくらいのバッテリーで5万ぐらいするから。この2つ鉄板。それ以外はね、もうどうにでも。あと爪切り、意外と。ああ、意外と困るのが爪が、もう。あとね、夜中やるんだったらライトかな。ライト、うん、お元気でよかったですって。2年ぶりぐらいに見たんだって。ああ、一緒、ふわっちやってるから、もしよかったらフォローしてあげて、アンさん。
お願いしますね、アンさん。ふわっちやってるんで、彼。あの、ぜひフォローしてあげてください。僕、利益にならないリスナーの方いらないので、金よこさないのであれば、僕に関わらないでください。本当、フォローよろしくお願いします、皆さん、石野くんを。僕と関わりたいのであれば、金をよこしてください。はい。金にならない人間に僕、興味ないんで、お願いいたします。フォローよろしくお願いします。お願いします。まあでもそうっすよね、ほんと。なんで俺が金にならない人間と関わらないといけないのかっていうのが、いまだにわからないんですよ。ほんとに。それはね、でも同意見。はい。うん。なんで金にならねえ人間のコメントを拾わねえといけないんだっていうのが。俺はね、一緒と違うのは、はい、金にならなくても好感を持ってくれてる人っているじゃん。応援したいっていう気持ちがある人。それは OK な、俺は。フォローする、はい、コメント普通にする。はい。あとなんだろう。っていうのは力になると思ってる派なの、はいはい、ゴミでしょそれ。ゴミっすね。でしょ、はい、そこがちょっと違う。で、フォローもしないコメントも書か、コメントはくだらねえこと書く。で、愛でももちろん流れないじゃん、はい、これはいらないっつってる俺は。あ、要はフォローしてもらえるのも力になるし、うん、例えばさ、そのツイッターとかでフォロワー100万人とかになったら、はい、それだけで食っていけるわけじゃん。あ、力になるじゃん。だから俺はそっちは OK 派なの。あ、でも花火投げないやつはゴミだもんね。ゴミっすね。お、金になるかならないかって、もう線引きそこだけっす、ね、突っ張るね。あ、俺は若干違うんだよね、その線が、うん、ゲームパクってるやつ現れたってよ。ああ、そうそうそう、なんかいるの。なんかいるんですよ。ふわっち。ふわっち。なんていう子。なんかゲスノスケさんっていう人なんですけど、なんか大阪に住んでる人で、うん、要は石のリスペクトでしょそれ多分。リスペクトっていうか影響されたわけじゃん。うん、なんかそうなんですよ、ね、うん、石のキッズだ。そうですね、うん、そういう人がいて。え、それ嬉しくない？嬉しくないですね、うん、金になるんだったら嬉しいんですけど、うん、あ、時間よくねえな、もう帰るんですもんね。8時半ラーメン空いてねえもんな。 いいけどなんかだるいかなと思って。ああ、だるいっすか。いや、そうでしょ、俺はだるくないけど一緒がだるいかなと思って。もっともっと絡みたくなっちゃうから俺が。俺はだるくないんだけど。うん、別に。じゃ今度ラーメン行きましょう。今度行こう、うん、うん、いつでも誘ってよ。はい、うん、まずネギシ。ネギシだって初日に食うっつってたから俺諦めたんだよ。俺行きたかったんだよ。行ってたんだけど食わなかった。その日、ちょっと待って、お前その日の放送なんて言ってたかって。俺再現してやろうか。はい、いや今日決めてるんすよ。今日はもう引っ越したら必ず、もう今日はもう前から決めてて、ネギシ超楽しみだわ今から。そう、ネギシはマジで食うの楽しみだ。絶対食うから。食ったんでしょ。食ってないです。食ってないです。なんで食わなかったの。なんかすげえ、なんか、いや、なんか俺引っ越し初日テンションがすげえなんかおかしくなってて、うん、俺朝見てたよ。だからそのこれからするみたいなタイミングで、はいはい、うん、でその後どうなったの。すげえなんかテンションがおかしくなってて、うん、なんか寝ちゃったんすよね。寝ちゃった。はい、うん、いや、絡みあるよ。3年ぐらい絡みあるよ。まあ間空いてるけど、昔から知り合いだよ、うん、でも一種のかっこいいってのんちゃんも言ってたよ。なんか、あ、本当ですか。かっこいいっていうか、まあ、なんか笑った時かわいいし、なんかブサイクじゃないよねみたいな、うん、知らんけど。おい、風船ありがとう。一種のキャラを潰してる。営業妨害してる俺。いや、全然そんなことないっすよ、うん、ああ、クレーム来た神様から。あれ珍しい、告知打ってんの。いや、告知、いや、告知は毎回打ってますよ。え、ツイッターいつも何もない状態で表示されてたよ俺。新しいアカウント。いや、だから、いや、違います。だから俺
配信終わったらもうこれ告知消しちゃうんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。まっさらだもんね。まっさら、そうそうそう。それもこだわり？なんかね、なんか気になっちゃうんですよね。はあ、なんか消したくなっちゃうっていう。おはよう。おはようございます。俺1億円つかみ、全然ダメだわ。100万もいかない、まだ。まあ難しいっすよね。でもみんな言ってるぜ、周りは。どんどん収入上げてんの。周りってそれは誰ですか？ツバニャンことか、テルチャンピンなんか月200万、ドレさんも100万。いや、だからそこはもうなんか、え、実際どうなんすか？俺、その配信者で、でまず配信見ないんだけど、うん、それ見ないよあんま。どうなんすか、もうなんかそのどうなんすか。何どうって。俺は金持ってねえかっけえやつと、金持ってるダセえやつだったら、うん、金持ってないかっけえやつの勝ちだと思ってるんで、うん、あ、かっこいいかどうかってこと。そう、あのね、あのこれいいこと言うね。はい、金持ってないかっこいいがドレさんだと、めちゃめちゃ好きだったの俺実は。閲覧20人30人、はい、超かっこよかったの、はい、金持つと変わるんだよ。じゃあのこれが深いところで、はい、金持ったから変わったって見えるじゃん、はい、ファンだったら。じゃあね、多分ね、変わらないと金持てないんだよ。要はダサくなんだよ。わかる？なんかこの矛盾っていうかジレンマっていうか。そしたら金持たなくていいんじゃないですか、っていうので俺は今揺れてる。要は16万は絶対うちのリスナーさんくれんのよ、はい、絶対生きてけんの。要は生活保護レベルみたいな、はい、だけどもう月かってやるか、もう人数も減らして、もうなんつうの、要は石の張りに突っ張るかっていう、はい、だけどもう億万長者諦めるか、はい、で格好悪くなって徹底的にコビ売って、要は貧乏アピールして金持ってんのに、はい、飯食えないよって言ったら花火もらえるじゃんその方が、はい、っていうやり方をするのか、はい、いやそこはもうどうなんだろう、やっぱどっちが幸せなんだろうっていう。要は仕事って割り切って、はい、なんつうのキャラを演じるのか、はい、突っ張るのか、はい、うん、なるほどですね。どう思う？いや、そこはやっぱり俺はやっぱかっこいいが正義なんで、やっぱ石野の勝ちか負けかって話してねえ。金なんてそこそこあれば楽しめる。ぶっちゃけの話だからさ、30万も50万も変わんねえよ。30万も50万も80万も。だけど、100万掴んだか掴んでないかってさ、インパクトが違くない？わかる？なんとなく。いや、わかるっす。はじめましてって。いや、配信やってます。職業は配信やってます。いや、わかります。爆笑じゃん。向こうからしたら。いや、すげえわかるっす。そう。言ってることはすげえわかる。わかる。どうなんだろう。すげえわかるけど。一緒に金掴んでもらいたいけどな。バカみたいに使うと思うよ石野は。狂ったように貯金とかしないもんね。しないっすね。今一番高価で欲しいもん何？金があったら。車、家、何これ欲しいもん。欲しいもん、もう絶対これ買うわみたいな。服じゃない。何服ってだってそんな高いのなくない？いや、まあ T シャツとか2万ぐらいでしょ？ T シャツの一番高いやつって。いや、俺が欲しいのは5000円ぐらいでか、まあ、T シャツですけど。なんていう T シャツの5000円のクソ欲しいのそれ。グッドウェアって、まあ、はい、すごいいいの。はい、何がいいのそのグッドウェア。いや、形もすごいいいし、生地もいいし。持ってんの今？あ、一枚持ってますよ。うん、グッドウェア。
どこで売ってんのグッドウェア。どこで売ってんすかね。俺ネットでしか洋服買わないんでわかんないですけど、 M サイズですね。あ、オリオンさん花火どうもありがとうございます。俺無印だ。あ、言ってましたよ。無印。ファミマ。ファミマの無印。無印でも買わない。これ旅で思ったんだけど、どこでも同じものが売ってるってすごくない？まあそうっすよね。すっごいのよ。で、600円しないの。だから、すごいの。これ全部無印なの。M。これすごいと思って。で、へたらないんだよ、意外と。生地がいいかどうかわかんないけど、熱いとかじゃないけど、これ以上のコスパねえと思ってて、グッドウェア着やすいんだ。代々木とか表参道で、なんかね、俺ね、ロゴがあるじゃん、T シャツって。で、無地の方が良くない？いや、俺もそうなんですよね。まあ、俺自分で物販やりたいと思ってるんだけど、徹底的に生地がこだわった方が、そうですね。なんかそのなんつうんだろう。わかります、わかります。僕も無地、まあちょっとこれね、ちょっと母親がくれた T シャツでちょっと着てますけど、俺も自分で買うのは無地だ、無地 T だけなんで。で、無地で超いい質のいいものを探してたの。でも俺のその服ファッション通りじゃん。だから出てこなくて、一生ものみたいな T シャツとか、もうタフな T シャツ、それこそ G パンみたいな、はい、もう検索しても分かんなくて、だから無印。それ多分グッドウェアとか、グッドオンとか、グッドオン同じメーカーの系列の、いや、また関係ないですね、うん、とかだと思うんですよ、うん、だグッドオンなんかは10年着れる T シャツっつって、はいはい、目打ってやってる。でも服はいいよね。だんだん分かってきた俺。趣味が広がってきて、なんか全然作り違うよね。いいものは。そろそろ行くわ。了解っす。うん。缶どうすればいい？ここ置いといてもらって、ありがとうございます。じゃあお邪魔しました。リスナーさん、じゃあ一旦お疲れ様です。石野くんでした。お疲れ様です。後で放送します。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。